こんにちは、ガチャンです。今回は長崎県のドライブで気持ちいいポイントの一つ、西海橋。ここめっちゃ綺麗です。隣に橋が併設してあって、高低差もあって、海と一直線の橋とか織りなす最高のポイントです。お次は同じく長崎県の無休堂。第二次大戦中に防空壕として学校の直近に掘られた場所です。子供たちの手で掘られたとは思えないほど美しく、そして悲しい場所です。はい、それでは行ってみましょう。ガッちゃん、渡る感想を。うわー、すごいね、向こうね。ね、へー、淡い水色がほんと綺麗だよね。ねえ、なんか渦潮っぽくなってるよ。あ、そうそう、ここね、渦潮が見れてね、有名なんだって。シーン撮りたくて、こっちから後ろ振り返って後ろになってくれた時にあんまりいない方がいいじゃん。連なっちゃったら重なっちゃうじゃん、うん、だから重ならないようにまずここでって思ってここに来たのね、うん、そしたらそこ見てすぐ山になって向こう側見えなくて、あれここまで来たのが意味ないじゃんみたいな、ちょっと焦ってました。こうタイミングだから全然来なそうだな、よし今だみたいな感じで、ああ右から来てるみたいな、もうこう格好しながら、はい、行きまーす。うん、漁業市場、本当だ、鳩市場だここ無休堂は戦争中に旧国民学校の先生と子どもたちによって掘られた防空壕です。実質だったからこそ、無休とは極まりのないこと、限りないことを意味していて、
日本と子どもたちの将来がいつまでも栄えることの願いを込めて書かれています。無休堂は子どもたちがつるはし、のみ、金槌、くわを使用して作っていました。女生徒も土運びを手伝い、全校生徒600人が入れるような広い地下壕が出来上がりました。平成6年の水不足が深刻で、無給堂は貯水池に利用されました。後々別の場所に貯水施設ができたので、平成14年佐世保市政100周年記念行事の際に無給堂の復元整備工事をして一般開放されるようになりました。私にはそういう苦労もなかったし、被爆者も存在してないし、戦争犠牲者ですね、日本人だけでも310万人、アジア的には日本人以外でも1000万人含まれるけど、そういう犠牲も出なかったんです。結論として言うのは、戦争は絶対しちゃいかんということが言うことで、平和について考えていただければなと思います。よろしく。ありがとうございます。さあ、無給堂。はい。うん。戦中の、まあ、遺構にはなるけども、本当に子供たちの手だけで本当に、まあもちろん道具だけど、ここまで作っていたものですごいなと思いました。あの、有名どころの戦争を知れる、学べる施設ありますが、やっぱりこういう町、村に密着した、当時全国各地で名前も知られないようなところで先人たちが生きていたんだなっていうのを感じられる施設、見学させてもらえるのは本当にありがたいです。うん、すごい当時のことが本当に伺い知れるところでした。ぜひね、こういうところをもう一回皆さん以下に見てきていただければなというふうに思いますので、こういうところをお越しいただければと思います。はい、はい、それではまたの動画でお会いしましょう。さようなら。